岡本美鈴は日本の女子フリーダイビング選手。旧姓、平井美鈴。東京都出身。東京フリーダイビング協会及びラッキーフィンパラグーダ所属。2007年から2010年まで日本フリーダイビング協会理事を務める。ヨガインストラクター、グラフィックデザイナーの肩書きも持つ。マネジメントは株式会社スポーツゲイン。2014年7月現在の自己記録は CWT 競技、水深90メートルで世界歴代記録3位タイ。幼少の頃から水泳が苦手で海にも興味がなく、プールやビーチでは遊ぶのみ。自分は海や水泳とは無関係で生きていくと思っていた。高校時代は新体操に熱中。1995年3月20日に地下鉄サリン事件に遭遇し、朦朧とする意識の中で初めて死を身近に感じた。翌年1996年には卵巣腫瘍が見つかり、手遅れ寸前の重症。1999年、小笠原旅行でシュノーケリングを初体験するが、海慣れしていないためにライフジャケットを着用。この時に、水中でイルカと自由に泳ぐスキンダイバーを見て憧れる。当時は水泳は25メートル泳ぐのがやっとのほぼ金槌だった。その後、小笠原に通うようになり、少しずつ潜れるようになった。2003年にフリーダイビング競技をスタートして、以降、本格的にイルカと一緒に泳げるようになったのが2004年の御蔵島から。この時、イルカや大自然から、今、生きることの大切さを教わったという。2013年、ギリシャで行われたアイラフリーダイビング世界選手権個人戦で日本人初の銀メダルを獲得。地下鉄、サリン事件に遭遇し病院に搬送された体験からフリーダイビング競技に挑む原点とは暗黒の世界からの浮上。生きる喜びを実感したい。と語る。フリーダイバーとしては限界イコールゴールではなく、限界イコールスタートと考えていて、現在も世界新記録を目指し日々トレーニングに励んでいる。ヨガはフリーダイビングの記録向上のために始めたが、その奥深さに感動。2014年現在、ライフワークとしてインストラクター活動の傍ら、自らヨガの実践を重ねている。世界一を狙える競技センスと信仰的なキャラクター、そして海洋保全 PR 活動等によって、地上波、新聞、雑誌など、メディア出演が増加中。キャッチフレーズは、海を敬愛する、リアルマーメイド。趣味は、灯台巡り。ニックネームは、ミミズン。なしの太字は、当時の日本記録 STA、スタティックアプネア DNY、ダイナミックウィズフィン DNF、ダイナミックウィズアウトフィン CWT、コンスタントウェイトウィズフィン各種目の詳細については、フリーダイビングの種類を参照。SP。浮上後の失敗、某、ブラックアウト。ありがとうございます。